はい、というわけで終わりましたけども、はいはい、はい、趣味発信トークライブということでそんなタイトルだったんですね。はい、はい、そういう感じになってるんですけど、今日は漫画の回、今回漫画の回ということで、はい、うん、まあ、好きな漫画ね、いろいろ話しましたけども、うん、はい、まあね、漫画の話はやっぱり尽きないんですよね。結局ね、漫画が無数にあるんでね。そうっす ね、まだまだ読んでないですから、はい、うん、いや本当俺たちが死ぬまでに全ての漫画見ることできないんですよ絶対にできないです。まあできないですね、絶対にできない、うん、ね、うん、だからそこでやっぱり良作に巡り合うっていうのはちょっとね、うん、皆様もこれをヒントに、うん、今日喋ったことをヒントにちょっとなんかね、いい良作に巡り合ってくれたらいいかなと思いますけど ね、うん、まあやっぱりね、こう雑誌で見るだけじゃあれですからね、追いつかないからね、うんうんうん、結局は、まあ、今ネットもあるしね、うん、ぜひよかったらね、これ見ていただいて、うん、この漫画いいっていうのをこうネットでとかでね、まあ、撮ったら見れるわけですから。そうですね、まあ、ただちょっとただの方がいいですけども、言い方ねやっぱりただって言わない、言い方悪いね、無料もあるけどね、はい、なのでね、ぜひ皆さんね、よかったら見ていただいて、はい、ね、その漫画も見ていただけたらなと思います。はい、はいはい、というわけでこちらね、1週間配信の方は1週間ね、うん、あるんで15日まで、ね、はい、見ることできるので、皆さんね、そちらの方よろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあどうも。パラ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 、いえ、寿司や漫画パラパラ漫画かな、あの下北の人呼べばよかったな、あの漫画読みや、漫画読み、声が小さゾゾエースね、さあさあさあ。